中3最後のテストがありました。で、まあ、苦手な数学なのかな。で、そのために目標点決めて、今までで一番勉強したんだけど、初めて平均点を下回ってしまったと。つまりこんだけやったのに、まあね、得点が目標にいかなかっただけじゃなくて、もう今までで一番悪かったのかなっていうので、ショックで立ち直れないと、どうすればいいですかっていう相談に答えていきますので、よかったら最後までお付き合いください。どうも、ハイチです。オープニングで話したように、勉強頑張ったのにその科目成果が出ない、まあ、この子の場合だったら多分今までで一番悪いみたいな感じだったね。その時の対処法というか気持ちの持っていき方について話していこうと思うんですが、まあ、おそらく受験生じゃなくても、まあ、1年生2年生でもね、ちょっと今回の俺はちげえと、で今回の私は一味違くてめっちゃ頑張ったよっていう時に限って得点伸びない時ってあったりすると思うんですよ。多分誰しもね、1回ぐらいは経験したことあるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、俺もたくさんあるわけ。そういやね、思い出しただけでもね、ちょっとそのツイッターだったんだけど、見たじゃん、見て思い出したの自分のこと。ありすぎてさ、そういう経験があったなと思って。で、そういう時にまあどういう風に考えてたかっていうとこと、まあ、実際に塾講師やってる時に生徒もね、そういう子いっぱいいるからさ、どういう風に声かけしてたかなっていうのを思い出した時に、まず、まあ、自分ちょっとこうなんだろうな、どうしてもポジティブに持っていきたいわけ。だって頑張ったことは事実なわけじゃん。ただ得点としては出なかったのも事実なわけ。でも頑張ったことが無駄って思っちゃうんだよね、成果が出なかったら。でもそれは違うと。無駄って思ってしまったら本当に無駄になっちゃうから、その時間が、努力と時間がね、そんな悲しいことないだろうって思ってるんで、まあ、どう考えるかっていうと、まず1個目がこのね、その頑張って成果が出なくてへこんだ、この本当にへこんでると思うの、文面読む限りで。本当にへこむっていうのは本当に頑張った証拠なんだよね。これが中途半端な頑張りとか適当に頑張った人はへこまないから。だからちゃんと頑張ってきた自分なりに、もちろんそれは人と比べて足りないところもあるかもしんないけど、そこはまあ置いとこう、ひとまず。本当に努力をしてそこに打ち込んだからこその気持ちなの。それをまず理解してほしい。頑張ったことは事実なんだっていう。で、もう一個は、でこの子ね、そうツイッターの時に変なミスを連発してしまって結果が何点でしたって書いてあったのね。で、本当に頑張ってそのなんだろうな、勉強だったら打ち込んでテストに臨んで帰ってきて得点が出なかった、その場合って努力してるんで、まあ、その子も変なミスって言ってたけど、ミスしたところとか改善点が見えるはずなの。その変なミスがどんなミスかはわからないけど、例えばあ、こういうミスしちゃったんだって、これをこれで勘違いで間違っちゃったんだって、みんなそれぞれが思うはずなの。だからそれはそのね、失敗は成功のもとじゃないけど、失敗したことを成功に持っていけるじゃん。だって具体策が分かってるんだから。そこ今回の場合、この子は中3最後のテストだった、受験前なんでね、きっとね。でも受験本番でやらかしたんじゃないからいいじゃんって思うべきだよ。ここはもちろんこれ1年生2年生の場合はね、違うし、中3最後だからっていう風な、ね、解釈にはなってしまうけど、失敗は次に生かすものだから、で生かせる状況になってるわけだから、そういう風にね、ぜひ思ってほしいと思います。もちろん、へこむのが悪いとは思わない。俺もめちゃくちゃへこむもん。そう。もちろん仕事をしてて、すげえ時間かけて努力したものに限って成果が出ないなんていっぱいあるし、社会人になってからも。あるある。もう学生のうちだけじゃないから、そんな。そう。でも、そこで、なんだよ、もう知らねえよ、やってらんねえよ。って全部ポイってやってしまうのか、へこむけど、その現実受け入れで、ちゃんとそこを見て分析して次に生かすか、自分のレベルアップにつなげるかによって、その人の器のとか、まあ、成長度合いにもすごくね、差が出るとこだと思うので、ぜひね、頑張ったのは事実だから。頑張ったのは事実なんで、そこを否定せずに、その結果から自分の成長できる元というか、なんだな、なんだ、種というか、そこをね、ゲットして、成長した自分につなげていってもらえたらと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。